法的根拠があって間違ってたら認めますよ、それは。だ、間違いがあったんだって、お前は。うん、間違えてんだって。はい、あ、リスナーさんお疲れ様です。2017年12月15日22時41分、鮫島さんと、今討論してます。よろしくお願いします。鮫島さんお願いします。本当に。はい。間違って、お前の見解が間違ってんだって。僕の見解が間違ってるんですか？どういうことだろう。どう間違ってるんですか？もしもし。あれ切れた？電話。あれ？電話切れた？どういうことだ？合ってるよね、俺がね。俺の声聞こえてる？あれ？電話切れてる？鮫島さん？あれ？切れてんの？あれ？切れた。あれ？なんだ？ポイントに対しては税金は課税されないとは思うんだけどね。なんかさ、税理士の人でいない？リスナーさんで。あ、わどつわどつ、お疲れ。お疲れっす。条件付き停止。まるまるしたらまるまる。ポイント交換したら所得。だよね、合ってるよね、贅沢ビットもね。いや、俺は普通に合ってると思うんだけど。課金前に課税なんかできないよね。そう。俺もテイツとか、その贅沢微糖さんが言ってるのと同じことをずっと説明してるんだけど、なんか伝わらないんだよね。なんでかわかんないけど。合ってるよね、サクラロイドね。別に変なこと言ってないよね。ああ、お疲れ様、お疲れ様。ごめんね、強弁しちゃって。いや、異常ありだわ、白バイ隊員。異常ありだわ。異常あるよ。大変だったんだよ、今まで。なんだろう、鮫島さんから電話切れちゃった。なんでなんだろうね。っていうことだよね。ミノムシさんが言ってんのと一緒でしょ。ああ、税金は警察の仕事じゃない。多分、後で、夏の、鮫島さんは、じゃあ、初めての経験だから、誤解をしてる部分が多いんだよ。だから、質問の仕方と、解釈を自分の都合のいいように解釈してる部分が多くて、鮫島さんから電話切れちゃったね。なんでか知んないけど。だからさ、さっきのさ、経費に関しては、後で税金で戻ってくるっていうのも、おかしかったじゃん。そう、話聞いてくれないんだよね。で、多分なんだけど、和道が言ってることは間違いだっていう先入観から来てるんだと思う。別に尖ったことは言ってるつもりないんだけど。ポイントイコール課税対象だとおかしなことになるからね。まあ、税金払いましょうねっていうのは正しいんだけど。はい、こんばんは、ゼロさん。まあでも、強弁させたら強いよね。そういうこと、そういうこと。逃れられないのも正しいし、いつになるかっていう議論なだけで。ただ、ポイントに税金を払うっていうのは前例がないと思うんだよね。経費の部分とか。いや、だし、もともとを言うなら、ふわっちで去年、ふわっちじゃなくて FC2 でやってる時になぜ課税してないんだっていう。税金払ってないんだっていうね。そこはあると思う。人の税金の心配をする前になぜ去年税金払わなかったんだっていうのが、俺は、ちょっと、微妙だよね。配信者の確定申告めんどくさいよね。そう。来年払うか再来年払うかの違いっていうか、まあ、1年ずれるだけなんだよ。12月分をどう計上するかっていう。
ポイントは課税対象の見識が多いけど、それイコール課税にはならない。鮫島さんは課税対象イコール税金と、そう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 、課税対象だけど確定した時からですよっていうことだよね。だから鮫島さんがちょっと読み方を誤解してるんだよ。まあまあ、国税が決めるっていうよりも法律でちゃんと整備されたら俺もそれに従うよ。リプ金じゃないよ、うん、うちはリプ金じゃないよ。定通リプ OK だよ。そう、課税対象とその課税をしなきゃいけないっていうのがごっちゃになってるんだよね多分。そう、いや運営さんはないうやむやにしたいでしょ。運営が公式にやると突かれる可能性があるから、だから個々の判断でやってくださいねっていう言い方をするから、ふわっちの運営の対応は正しいと思うよ、うん、運営が勝手に見解決めるとそれがルールだって言って、そう突かれる可能性があるから。うん、ポイントって現金が半年ですね、ウリさん。ふわちポイントは半年間、うん、まあまあ今年からグレーゾーンじゃなくなると俺は思ってる、うん、だからアイラとかそのそっち系がやばいと思ってる。ハート花火ありがとう、ありがとう、山田さん大好きだよ、ありがとうございます。まあまあ、でもなんて言うんだろう、これからルールが決まるかどうかっていう話だから、別になんか鮫島さんがこうだって絶対こうだっていうのがおかしいと思ってるんだよね。普通の税理士とかだったらまだ決まってないんでどういう方法でやりましょうみたいな言い方があの正しい言い方だと思うけど、うん、ただ俺の判断が正しいと思うはずだよ。ポイントで課税をするって、あ、鮫島さんからかかってきた、ちょ待ってね、お疲れ。ごめんね、長々とごめんね。あ、全然構わないですよ。じゃあワード分かった、もう俺もさ、もういい加減この話平行線なの分かるし、はい、みんなうんざりしてるの分かったから、はい、今お前ペックスとフワッチのポイントさらせ。嫌です。払う気あんだろ。嫌です。いや払う気あんだろ。嫌です。嫌です。払う気あんだろ。ペックスまでは非課税だって、はい、お前の言いが正しいんだったらさらせるよな。いや、さらさないです。あ、分かる、それは、うん、嫌ですじゃなくて、いや嫌です。嫌です。なんで、俺は全然普通にさせるよ。いやいや、なんで僕の個人情報をリスナーさんにさらすの。個人情報じゃないじゃん。だってフワッチでもそんなもん収入ある程度分かってんだから。ペックスだってさ、払う気があるんだったら貯金も知るはずだべ。で、ペックスにあれば非課税なんだから、多分ペックスにお金あると思うけど。ペックスに金なんかないっすよ。なんで？全部だから現金にしてる。あ、全額下ろしちゃってんだ。はいはいはい。まあ、10円とか差額はありますよ。なんか、その細かいやつは。え、そんなお金ないのお前。お金がない。だってないってことでしょ。うん。ふわっちポイントはいくらあるの今？おおよそ。いや言わないっすよ。言う必要ないじゃないですか。別になかったらないでいいんだよ別に。いやいや。隠す必要もないじゃん。いやいやいや、いやですよ。なんで僕がみんなに収入公開しないといけないんですか。だってお前月収80万とかほつらえてんじゃん。はい。別にそんなもんなんてことないじゃん。いや、嫌です、嫌です。だいふわっちのポイントこれだけありますよっていうことは。いや、嫌です、嫌です。言わないです、個人情報って言わない。個人情報です。ないのね。じゃあ分かった、ないの？ないかあるかで。ご想像にお任せします。うん、ないんだ。はい。どうす、どうやって払うのお前。いや、僕が勝手に払いますよ。それは僕と国の話じゃないですか。なんでそれをさらさないと。なんでヘラヘラすんだろうな、お前な。いやだって言ってることめちゃくちゃでしょ。なんで普通の話してる時に笑うかな。いや言ってる、俺笑ってるかお前と話してると。言ってることめちゃくちゃ笑うでしょそんなの。笑わない、笑、俺面白いこと言ってないし今。いやめちゃめちゃ言ってますよ、めちゃくちゃ言ってますよ鮫島さん。あ、そう。税金払ってないなら財布の中身見せろとか言ってる話ですよ。じゃあじゃあ財布の中身はどうでもいいよ別に。大して持ってないの知ってるしお前が。いや、ペックスにないのもわかる、フワッチにないのもわかる。なぜならパチンコ行って使ってるから。うん、まあ別に僕の自由じゃないですかそれは。いや自由だよ、はい、自由だと思うよ。はい、でもそんなさ、30、お前いくつだっけ？ 2 だっけ？はい、2です。1個しかだよな。はい。どう思うよ、自分の生き方。いや、別に、どうも思わないですけど。笑うことか、今。いや、笑うところですよ。ねえねえ、はい、真面目に俺はお前を心配してるんだよ。いや、ありがとうございます。ただ、人、お前自分の生き方、じゃあ、鮫島さんに質問していいですか？いいよ、いいよ、いいよ。鮫島さんの生き方、自分でどう思います？今、俺、貯金してんの。いや、いや、 やっぱ見直したらやっぱ最低な生き方だったなって思うし、
やっぱ人に自慢できることなんかしないし。でもお前はそうやって変わってる？いや、僕が貯金してようがしてまいが、鮫島さんに関係ない。違う、例えばさ、俺とかお前ってさ、やっぱクズだったわけじゃん、過去は、うん、そうですね、まあまあ、まっとうな言い方してない。人に恥をさらしていってるようなもんじゃん、はい、もう恥しかない人生だよ。まあそうですね。お前はこのままでいいの？いや、だから税金、だから申告はするっつってんじゃん。だから申告なんかできるわけじゃん、金なかったら。はい、俺はお前の生活を心配して言ってんだよ。でもありがとうございます。はい、確かにみんな追徴課税とか食らえば面白いよ。まあ面白いですね。はい、でもそんな生き方するためにやってんの配信。いや、僕は払ってますって。払ってないじゃん。いや、払ってないのあなたでしょ。俺は払ってないよ。俺は言ってるもん、うん、そうやってはっきり言うもん、うん、そんなもん詰めればかるもん。だからこれから払えば、これから払えばいいじゃないですか。だから払うよ、はい、来年からもうきっちりやるよ、はい、僕も払います。以上です。払えんの？払えるのとか払えないのは僕の個人の問題ですから。じゃ個人の問題だけどさ、はい、うん、なんでそれを鮫島さんに言わないといけないんですか？いや、なんで言わないといけないんですかって。まあ別に言いたくないことはいっぱいあるよ、それは人間だから、はい、俺だって言いたくないこともあるし、はい、うん、それはわかるよ、はい、うん、はい、言いたくないです。まあ言いたくないもんはしょうがない、無理には聞かないよ。はい、ありがとうございます。いや、まあそういうふうに俺は受け取るよ、うん、どういうふうですか？ちなみに、あの本当に、はい、あの多分俺来年からマイナンバー導入すると思うんだよ、ふわっち。はい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 、あの今他のサイトではマイナンバー導入してるから、はいはい、でマイナンバーって税金対策の、はいはいはい、まあ言っちゃえば管理番号じゃん。はい、賛成です僕は。うん、はい、前から言ってます。もうインターネットをする時点でマイナンバー登録派です。あ、そうだね、そうだね、まあ社会番号じゃないけど、はい、社会保障番号とかアメリカあるもんね、はい、そうです、そうです、あの韓国もそうです。何やるのあれはいるしな。はい、その方が俺ああいうのはもう俺も賛成なんだよね。賛成ですよね。なんか板電とかなくなるじゃないですか。まあ、透明化されるからね。はい、税金は払うべきだ。足元なきゃ問題ないし。はい、問題ないです。賛成です、うん、僕は。はい。うん。まあでもな。はい。まああの間違いなく締め付けがきつくなるから。はい。ちゃんと計画的にお金貯めな。頑張ります。ありがとうございます。はい。鮫島さん、そんな鮫島さん大好きです。はい、いや俺はお前嫌いだけど。え、嫌いなんですか？僕大嫌いなんですか？僕鮫島さん結構好きですよ。あ、ごめん、お前の放送見てなかった、ごめん。ああ、見てなかったんですか、うん、はい、別に俺を怒らそうとしても怒んないよ俺は。いや別に怒らそうとは思ってないですよ僕は。うん、はい。ウコッケーどうなったの？いや、あれですよ、全然ウカしないですよ。嘘だ。いや嘘なんかついてないですよ。え、今ちょっと割ってみて。いやですよ、気持ち悪い。いやだって もしかしたら、え、やだ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 、鳥の、やだ、バンになるじゃん、やだよ、やだって、やだやだやだ、鳥の死骸とかやだよ。カメラ外やだ。え、だってもう1ヶ月ぐらい経つべ。もう経ちますよ。だから浮かしなかったんですよ。あれだってあれだよね、この間のサバゲー前だもんね。サバゲー前ですよ。やですよ、それでバンになったらどうすんすか。ちょっと持ってきて今。やですよ、割んなくていいから。いや、割んなくていいんすか。捨ててないですよ、ちゃんとありますよ。いや、一応持ってきて、ちょっと。もうすぐなんかな。でも、20日とか聞いたんだけどな、俺。まあ、聞いたか調べただけだけど。ありますよ。まだあった。うこけ、待っていたんだ。いませんよ。死んでますよ、これ。え、なに？あれに入れてないの？いや、入れてますって。ちょ、割ってみてよ。やですよ。なんか、中途半端だったらどうするんすか、これ。いや、だから、一個だけ割りゃいいじゃん。やですよ。しょうがないじゃん、だって。じゃあ耳当ててみて。耳っすか。うん。いや、なだってもう2日以上経ってんだよ。いや、だから変に成熟してたらどうすんすか。どう、落とした。いや、落としてないから傷ついてないっすよ。ひびも入ってないの。入ってないっすよ。まあ、うい、いやね、持った感じどう。なんか感じ重たいっすね、ちょっと。重い。重いっすね、ちょっと生ぬるいというか。じゃあもう一回リベンジ行くか。リベンジいらないって。もうウコッケの卵送んないでよ。いらないっすよ。だって孵化してない、孵化してない、つまんないじゃん。つまんなくないっすよ。孵化しなくてよかったと思ってるんですから。多分ヒビぐらいは平気だよ。
やだよ、グロいじゃん。だってしょうがないじゃん。だって今このまま持ってたってしょうがないじゃん。しょうがないっすよ。多分死んでますよ、これ。死んでんのかな。あ、だっえ、て、温めたじゃん。11月の10、いや、温めてますよ。ぬるいっすよ。11月、1ヶ月経ってますよ。多分もうこあ、れまあダやっメっぱす1よ。ヶ月、1ヶ月とかも生もまれてなきゃう、お生まれかてなきゃおしい。かしいっすよね。展覧とかした？いや、だから、機械で自動にやるって書いあ、てあ自りま動しなた。んだ。ちょっとやってみて。ちょっと、あの、のんカメちラゃん、街で。のん、え、カメラ街で？のんちゃん。まあ、やだよ、まあ、ちょっと。鳥の死骸とか嫌ですよ、なんいや、か、は。だって挽回し、対処しないと、わかんないから、これ。どうなるいや、か。だって、なんか気持ち悪い鳥出てきたらどうすんすか？ 飼えばいいじゃん。飼えばいいって死んでるじゃないですか、中で。嫌でなあ、すかわよ。い、あの、な、あの、ナイタと、ナイやタじゃ、釈迦と一緒に入れてやれよ。入れないですよ。釈迦の大きさこれじゃないですもん、絶対。大丈夫だよ、似たようなもんなんだから。嫌ですこれよ、じゃ嫌ない。ですよ、そういうの。命ちょで。っと一回カメラ外で、割るんちょっとすやか？るしかないよ。割るんすか？だってしょうがないじゃん、1ヶ月経ってんのに。のんちゃん割れって言うんだけど。わ、のんちゃんだっ来てて。帰んないんだよ、今だに。21日ぐらいで帰るって書いてあったんだよ。いや、だから、全然帰らなかったでいいじゃないですか。ダメだ、よくねえいや、鮫よ。島さん結にこれ論送見ろよ。るんで割ってくださいよ。やだよ。郵送そしれますよ。死んでんじゃん、絶対俺んとこ来ると き。じゃあなんで俺にやらせるんですか？いや、ちょっと、お前が思ってるからでしょ。はい？俺は代わってやりたいよ、お前の代わりに。でも今できないいじや、ゃん、だそかられ。変わってくださいよ。送りだ、ます無か理ら。だって、それはさすがに。一個割って、生きてるかわかるじゃん。あ、もうちょっとだなーって。絶対死んでますよ。ほら、うんこくんも言ってるじゃん。割ろうって。いや、割らないっすよ。いや、ちょっいと、や、だカメラ外で。カメラ街でも嫌だって、俺がなんで死体見なきゃいけないんですか、動いや、くっていクリうの。スマスとあと10日後でしょ。ダメだよ。もう無理だよ。嫌ですよ、そんなの。じゃあ何、そのまま捨てるの？そんなわけにいかないだいろ。や、捨てますよ。なんでこれ確大事。認しろって1個だけ。そうすああ、ればわかんじゃんって言ったんだだからから。もう気持ち道理じ悪いゃん。の苦手なんですよ、僕。多分、ただの卵だよ。多分。い無精卵だったかもしんない。や、うーん、それ原因はわかんないですけど。ベトベ多ト分する無んです精よ、卵。この振っ卵。てみて、ちょっと。カランコロンと落とせるか。いや、なんか、ボリューミーですよ。なんか、重いっすよ。ボリューミー？あ、でもなんか、え、個なんか体詰がまあっる、てる個か。体がある、個体がある。嘘、絶もういや、対ない。本当に、本当に、絶対嘘。本当絶に。対こいつを盛り上げいようやといしやいてや、るって本言っ当てでる。すって。絶ブ対ルブ嘘。ルブルブルっ割って、てないんだもん。こんな振っ重たわいけでももやない。だやだやだやだ。やめましょう、そういうの。やってみようじゃ、もうしょうがない、ここやまで来だ、たら。重いんだって、なんかいるって、この中いや、に。重いいや、のはや決めめまるしじゃょう。ない。やんないっす、やんないっす、あ、やんわないっかった。す。何？穴開けて見てみて。やだっ穴て、同開じけて、だっわかて、るそじれ。ゃん。やだやだやだ。液体なのかやどうか。だ、やだやだ。なんなの、なんこでいつ。嫌がることするの？金返せよ。金返せよ。じゃあ、わかって、もう、ウコケ10個ぐらい頼んでやるよ、お前に。嫌がらせで。今割んないんだったら、嫌がらせで、ウコケいっぱい注文してやるんだから。うずらも頼やんめだよ。ましょう、命で遊ぶの。いや、だから、しょうがない、もう、だって1ヶ月経ってるでしょ。いや、確認しなくていいじゃないですか。置いといて。何してんの、お前は、じゃあ、卵で。何してんのって、あなたが送ってきたから育おて前てんなでんしょ。かあれだろ、したろ、温めなかったか何にら。もしてないでしょじゃあなんで帰んないんだ知よ。らないっすよ。おかしいじゃん、やってること、お前。何もおかし金返せよ。い。何すか金返せって。何す1か万5000円返せよ。お前どうすんだ、あのクズ米。クズマここにありますよ。どうすんすかこいれ。や、あるのは知ってるよ、見えてんだから。はい。どうすんクすズか米これ。どうすんだいや、よ、おどう前。すんすか逆に聞きたいっす約よ。束と違うじゃないか。僕、ウコケで買いたいですって言う言っから。てねえわ。だから、じゃあ、俺がウコケ買ってやると。黒いウコケ買ってやってんのに。ね、僕、ね、くず米も欲しいですいや、と。だってもう僕、上手大会したんだから、もう責任当なたいりで前しだょ。ろ、んなもクビになったんだから。ん。クビだよ、お前。じでゃすあ、わかった。よ。卵割ったら考え直す。いやいや、なんで卵割ったら上手に戻れるみたいな感じになってんすか。だから、それは確認しないとわかんないじゃん。なんで俺が上手卵割ったら戻れるみたいになってんすか。ちょっと見てみて、和道だけ。いや、だからもう僕、グえ、ロいなのに、苦どんな手な感じなの？持った感じ。の。だから、卵と卵があるじゃ違ないでう？すか。で、重いんすよ、中が。で、水ってにこは、とは、なってるってこと？いや、可能性ありますよ。だから、ブル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 みたいな。なんか水に入ってる個体が、こう、ブルブルする感じ。それ多分、黄身でしょ、ただの。わかんないっすよ。いや、ヒナかもしんないっすよ。中途半端な。でも空気が入ってないから、多分振ったってわかんいや、ないんだわかろ？りますよ。
だから送りますってそこまで言うなら割ってくださいよ。嫌だ。なんで嫌なことさせるの。今そこでやれ、俺も見てんだ。嫌だって。大丈夫だよ。いや、俺そういう命系のやつは嫌なんですって。だからしょうがないじゃん、帰んなかったら。ゆくゆくはやるんだから。いや、やるんだ。いずれやるんだよ。なんでいじめるんすか、僕のこと。違う、いじめじゃなくて配信外でお前できんのかよ、じゃあ。配信外でやらないですよ、もうこれで終わりでいいじゃないですか。いや、捨てる時あんだろ、来るだろ。いや、捨てますよ。だろ、はい。お前その時にお前は3匹の命を捨てるわけだよ。だから1個割ってね、ちょっと穴開けて見てみて、でどういう状況かわかんじゃん、今の段階でわかんねえじゃん。わかんなくていいじゃないですか。ステーラーの可能性もあるし、ただ普通に。いや、もう勘弁してくださいよ。もうなんで僕に、大丈夫なんでそんな僕にそんな僕ばっかりそうやっていじめんすか。あ、若手を。自分がウコッケ買いたいって言ったんでしょ。言ってないわ。俺言ってないよ。ウコッケ買えって、体調。いやいや、もうそうやって嘘ばっかり、もう。なんで、嘘じゃないじゃん。なんでいじめんの。ちょっと、もっとアメリカ人とかさ、若手にやらせてくださいよ、そういうの。アメリカ人にはダメだよ。家庭があるから。家庭、俺だってのんちゃんいるわ。ババアじゃん。ババアだよ。リューマチじゃん。リューマチだよ。だからこそでしょ。なんでそんないじめんすか。やむ、もう勘弁してくださいよ、もう。お願い。ちょっと一個だけちょっと気になるな、俺送り主として。当たり前じゃん、送り主として。リスナーさんに聞いていいですか。ああ、いいよ、全然いいよ。リスナーさん中身見たいですか。中身は見たくないと思うよ、みんな。じゃあ割った方がいいかどうか。まあそこだよね、割ったってのは確認だよ、ね、確認、俺が確認するんですよね。安否確認だよな。俺トラウマになりそう、もう。いや、わかるわかる。それはただ俺もいる、モニターの向こうにはな。そのお前のウェブカメラの向こうには、はい、一人じゃないんだよ。じゃあ俺だけ見る感じでやれってことですか。とりあえずとりあえず。被害者俺だけなの。じゃあ絵的に無理じゃん、バンになる可能性あるじゃん。いや、バンになりますよ多分。したい。それは嫌でしょ。バンは嫌ですよ。バンは嫌でしょ。嫌ですよ。俺もバンにはさせたくないから、それは事前確認は必要でしょう。割る感じですか。じゃあ割って割る感じで俺だけ見る感じ。この料理とかあるじゃん、別にそんなグロくねえよ。俺だけ見る感じ最初はね。僕鳥飼ってるんすよ。で僕、いや、でじゃなくて鳥の死骸。いや、鳥飼ってない、知ってる、見えるもん後ろに。でいや、でってだ、鳥を飼ってるから何なの。いや、俺ハムスター飼ってるよ。だハムスターの死骸とか見たくないくないですか。まあできればね。でもしょうがないじゃん、俺だからハムスター。いや、もう命で遊ぶのやめましょうよ。だから確認するしかない。真冬の海にも入りますよ。リスナーに今聞いた以上やるしかないでしょ。いや、命でやっぱり良くないっすって。だから命でやるも何も、もう今確認するしかないでしょ。お前が帰って言ったんだから。いや、やめましょう。やっぱやめとこっていう空気っすよ。いや、だからいいから確認。下から光当てたら、下から光当てたら透けるらしいっすよ。あ、そうだね。それで行きましょう。それでいきましょう。はいはい。ちょっとそう見よう。そうしましょう。ちょっと待ってください。それはいいわ、それはいいわ。あ、いいこと言ったね。確かにやってるもんね。なんか、卵の検査でね。懐中電灯どこだ？のんちゃん、俺の懐中電灯知らない？やってるやってる、確かに。俺がやれ。やだね。絶対やだね。ごめんだけど、絶対やだね。なんと言われようかやだね。懐中電灯どこだ？あ、いいな。光当てるわ、いいな。懐中電灯。これでなんかポンちゃんみたいなのがいたらどうするね。え、なんかスピーシーズみたいな、面白いよね。いや、確かに光を当てるのはいいな、真っ暗にしてね。いや、もうちょい暗い方がいいな。サメジロさん、はい、サメジロさん、卵を全然透けないっすね。違うよ、下からだよ。下から照らすんだよ。下からってなんすか。手に持って下から照らすんだよ。ちょっと待ってください。何やってんのお前、やり方知らないの。はい。え、いや、あ、んそんな明るい場所しかも見ない。携帯のライトとかで、はい、要は真っ暗にしてやんだよ。真っ暗ですよ。真っ暗じゃねえじゃん、ついてんじゃん。いや、だからこれで、このライトでやってるんですよ。真っ暗ですよ。そういうんじゃないんだって。だからどういうんすか。携帯電話、僕 iPhone 壊れてるんでこれしかないですよ、ライト。だからもうライトを当て、なんていうの、当ててますよ。ま、なんていうの、光線みたいに絞って当てないと。絞る？そんな広がるライトじゃダメだよ。ああ。え？どうやってやろう、じゃあ。ん？どうすればいいですか？いや、何も見えないですよ。
何も見えないっすよ。でもそのライトじゃ絶対見れないよ。え？なんて言えばいいんだろう。懐中電灯とかじゃなきゃダメだよ。懐中電灯っすか？懐中電灯、そう、つつくって、はい。そう、なんて言うんだろう。透けるんだよ、確かに。透けるんす見たことある、か？はい。これちょっと。そうそうそう、なんか乗っけて、はい。要するに、え？なんて言えばいいんだろうな。そう。手でこう覆い隠す感じですよね。覆い隠すっていうか、下からね、なんかな、ライトアップみたいなさ、なんて言うんだろなんとなく、ちょっと探しておきますね。う。はい。トイレットペーパーの芯とかないの？あれ？割るしかないよ、これは。割るしかないって、もう絶対。懐中電灯どこだ？まあ、口だけでも何でもいいけど、別に。もう一回送るか、ウコッケンの卵。今度白。そう。手間結構大変なんでね。あれ。懐中電灯。懐中電灯知らないそうかだよな。割っちゃうよな、もう。割った方が早いと思うんだよ、俺は。俺はね。俺は思うんだけど、こいつがチキンだからさ、鳥だけに。ねな。懐中電灯ないっすよ。え。じゃあ、あっ割ろう。たあったあったあった。あった。あった。そしたらもう電気全部消して。電気消すんすか？もう全部全部真っ暗真っ暗。ああ、それならいいかもしんない。これ一番高いやつなんで、いきますよ。ああ、それマグライトってやつですよ。マグライトは警察とか持ってる。あ、何にもないっすね。トイレットペーパーの芯は？なんもないっす。なんもない？はい。黄身が見えますね。え、他のだ、卵は？黄身ですね。他の卵は？他の卵持ってきますね。なんだこいつ、マジバカだろう。何が音がするだよ。見えるんだよ、こうやれば。何が音がするとか。いバきまカすだよ、もよ。う。重い。ただの無精い卵、きまただのすよ。卵ですよ。ただの。あれ？ただの卵に耳を当てて 鼓動が聞こえるとか言って。聞こえるわけねえじゃん。なんもないっすよ、多分。ほら。黄身が見ええ、ます。なんで？無精卵だったってこと？全部。黄身です、黄身。じゃあ割ったって、もう一個は。もう一個。なんでなんで？なんか赤くなってるね。何あの赤いの？これも黄身ですね。はあ？何してんのお前。はお前割れよ。もう黄身なら。い。黄身だと思います。で、割れよ、じゃあったら。有精卵じゃないんかな。いや、そんなわけないんだよな。俺、ワドに卵送っただけじゃねえかよ、俺。オワコンですね、あの卵。いや、割れよ、卵。いや、割らないっすよ。割れよ、もう意味ないんだから。いいじゃないですか。もう確認今で分す。かったべ、もう1ヶ月経って何もないんだから。何がお前音がするだよ。鼓動がするだよ。いや、まあ、はい。ちょっと割るよ、割れよ、いいから。もうグロいのはないんだから。いや、ないけど、なんか気分悪いじゃないですか。だってもう卵死んでんだよ、それ。無精卵だか分かんないけど。何が原因かは。でも1ヶ月経った卵とかきついっすよ。だからすりゃいいじゃん、そのまんま割って。え？血が走ってた、一個。で、割んなよ、いいかいら。やいや、嫌です、嫌です、嫌です。捨てます、捨てじまゃあ、おす。前、くず米どうすんだよ。くず米も捨てますよ、こんなふざけんな、お前。ん。いります？いらねえよ。どういうことっすか？いや、ふざけんな、捨てますって、どういうこと？俺が送るのじゃない。食べます？お前、いや、鮫島さん。ちょっと炊いてみて、今。抱かないっすよ、もう。勘弁してくだいさや、食いえるんだっよ。たら食えばいいじゃん。食えるかどうか知らないけど、まあ、く、食えると思うけうん。ど、多分。狛江だから。いや、もう。だって20キロだよ。20キロっすよ。いや、僕が言いたいっすよ。で、しかも俺が送り主なんだよ。捨てるの？いや、だから返しますよ。だよ、返されても困るんだよ。僕が困ってんすよ、これ。なんか、ワドって変わったよな。え？本当変わったと思う、俺。はい。
だからもう上手もや、なんか、はい。違うかなと思うし、はなんか、い。え？昔の和道が懐かしいな。だ去年のさ、江ノ島とか行った時の和道と違うもん。楽しかったっすね、あの頃。いや、俺もすごい楽しかったし、まあ、今年もやりたいなと思ったけど、どんどん和道が見えないとこ行くから。なんなんか、かそういうんじゃなかったと思う、俺。まあ、すみません。でもやんないんでしょ？一個だけ割るでいいっすか？じゃあ。いや、1個でいいよ、全一然。個でいいっすか？もう、米も捨てていいっすか？じゃあ、それで。ダメだよ。あ、だから変わったなと思って、俺、それ が。何？米全部あ、食えっつうそっの、これ。か、俺のそういう、ね、去年一緒にクリスマスさ、ボウリング行ってさ、ああ、懐かしいっすね。俺、和道がもう手の届かないとこ行っちゃったから、なんかもう、てるちゃんぴんには嫌われるし、もう、あ、うぜえって言われてま誰したも、ね。うぜえって言われちゃったし、昨日、うあ、ぜえっこいて言つうわれてぜえっまて言われちゃっこいたつ、し、うぜえっまあ、て言そわれれはいいた。んだけど、なんかみんないなくなっちゃったな。ね、やめてくださいよ、そんな。大御所なん和だ道から。もそっか。レジェンドなんだから、やめてくださいよ、そういうの。もう、なんか、早く卵持ってこいよ。もう本当になんかもう忍者変わったな。本当にもう何これ。辛いな、俺。俺辛いわ。みんなどんどん目の見えないとこに行っちゃうんだな。俺だけ取り残されてさ。ね、クズ米捨てますよ、だ、こんなゴミ。ね、俺が、ほんと、和道喜ぶかなと思って、ウコッケイの卵を食ってさ。ね、大家族になってほしいっていう気持ちを、誰も汲んでくんないんだな。赤いやつ持ってきたかな。クズ米で食わしてえな。これでいいっすか？いいよ、割ってくれこれよ。1個割ればいいんですか？いや、1個でいいよ、全然。1個だけですよ、もう。あとそれはもちろん、捨てもちまろん、すもちろよ。ん。もう全捨然、てそまれ以す上はよ。もう欲しがらない。いきますちゃよ。んともカメラに映るようにしてよ。だからそれ、バンになる可能性あるからダメだっなんつないよ、ただの卵なんだから。卵が、だからヒナがいたらどうだっすてるんおす前、か？黄身しかなくてなんでバーになるんだよ、おめえよ。だから黄身かただのどうか卵わだよ、1かヶん月ないか前のら嫌卵じだっゃねえつってだろ。んの。保温した1ヶ月前の卵じゃねえか、ただの。いや、わかんない。ヒナがぐちゃぐちゃになってるかもしんないないし。ないない、あの光当てた時点ないんだから。でも光が透き通ってんだから、ないよ、100%。いや、ないか影がどうないんも。だから。何やの、何にもないよ。えあるわけないじゃん。途中まであの光当てた時に分かったべ。ただの卵だよ。腐った卵だよ、ただの。わかんないっすよ。いや、分かるじゃん。光当てたんだから。はっきり見えたじゃん。黄身しかなかったじゃん。いや、わかんないですよ。君じゃなくて鳥かもしんないじゃないですか。ないない、100%ない。光当ててんだから、もう100%ない。いや、あじんゃあなに透き僕通ってがんだ確か認するので OK ら。ああ、だっじゃあ分かった。て確認しろ。よ。じゃあ行きますよ。それが面白いと思うならな。なんすか、その言い方。だからいいよ、別に。お前は変わったんだから。いいよ、いいよ。だから自分のな独ん自にやりゃでいいんだそよ。んなハードルを上げるんすか？いや、いいよ。だからそれが面白いと思うならって言ってんじゃん。早くやってよ。じゃあリスクを背負って番覚悟で、バンなんないこうかやっら、てやる絶ってこと？こうやってやるっ対。絶て対こない。と？お前、だって昔は違かったもんな。尖ってたしな。ねえ、これマで、ー君の時とかさ、いや、わそざれ、とさ、ダメだから。被害者ぶってさ、懲役行かしたり、うなちゃんマンチ行ってゲルゲー殴ったりさ。この中で割ればいいんですか？じゃあ。おう、好きにして。それでもう、米も捨てる、卵も捨てるで OK ですえ、か？米捨てんの？米捨てるでしょ？鳥の餌だ米から、のこれ。話は終わってないじゃん。いや、じゃあやだよ。じゃあやだよ。じゃ、とりあえず割ってみなよ。いや、も米捨てますよ。う。悪いっああ、す去け年の江ノ島楽しかったな。ど。うっせ今年は一人か。え。いきますよ。はい。OK ですか？グロいのダメなリスナーさん、ちょっとカメグラロつ、くない、ただの卵だっいや、つだうの。から、ヒナが出てきたらどうすん出だっなつっい、出てんない、の。100%出ないよ。なあ、六しゃぶ事件の頃は良かったよ5な、しゃ和道ぶだな。わ。1個増えてるあ、5わ。しゃぶか。にわかすぎるでしょ、6しゃぶ。楽しなんかっでた1個な、あの増やし頃。てんだあの時の和道はいないのかよ。にな。わかリスナーだよ、もう。いけますすげえよ。食いついて見てるいよ。けますよ。はいけま、アップでって、これが限界だよ。いけますよ。い。いや、限界じゃないじゃん。別に持ってやりゃいいじゃん。5、4、3、2、1。あ、割れない。
強い。割れないわけないでしょ。いや、割れないですよ。強いっすよ。卵から割れないわけないでしょ。いや、動けそういうの割れないっすよ。つまんないな。今結構ガンってやったけど割れてない。ないないない。それは 100% ない。わ、いきますよ。あ、割れた。あ、怖い怖い怖い。いきますよ、いきますよ。あ、怖い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 。怖い、あああ、卵っすね。ほらね。はい。なんで今の前振り。わかんないっす。卵っす。なんだったの。卵です。あ、でもやっぱウコッケの卵って美味しそうだな。いや、もう無理だって、卵はダメだっつ。あ、今年の江ノ島一人だからな、俺。あのね、本当にそれは死者が出るっつーの。大丈夫だよ。ダメだっつってんの、それ絶対やつ。ああ、今年は一人か、江ノ島。じゃあやります。あのね、江ノ島一人かじゃなくて1ヶ月ね、あっためて。あ、じゃあ江ノ島行こうぜ。その時俺卵。じゃあ今から江ノ島行きましょうよ。じゃあそんなに言うんだったら、じゃあ一緒に江ノ島行きましょうよ。どっちが入れるかどうか。そんなばっかり、口ばっかりで。じゃあ入れるんすか、江ノ島、今から。今から入れるんすか、入れるんすか。そうやって自分ばっかり、後輩ばっかりいじめて。じゃあ待って、卵2個も。入れないくせに公園入いじって。ね、海行ってくださいよ、今から。今からじゃあ海行ってくださいよ。あったまきた、もうさすがに。見せてくださいよ、待ってますから放送。違う、お前が来んだよ。は？ビビってんのか？おい。いや、ビビるでしょ。そこまで大手に喧嘩んだったらてめえ来いよ、こら。なんで？お前、俺を潰すつもりで来いや、米持って、この野郎。米持って？でも、うまそうな気にしてるよね。いやいや、だからそういうふり、いいっすよ、もう。あ、お前、時代変わったんすよ。海行こうぜ、だったら。いや、もう、なんだ、海で話し合おうぜ。いや、まあ、ただ、シーズンですけど。いや、海だ、いいよいいよ、もう。あ、お前ビビってんだろ、海の寒い。いやいや、夜てんだろ。夜はやばいっすよ。夜じゃねえよ、うちで泊まりゃいいだろ、明日行きゃいいだろ。いやいや、お前行きましょうって言ったろ俺に。いやいや、鮫島さん、なんだお前、なんだお前、そこで引き寄るのか。いや、もう若手にやらせましょうよ、そういうのは。うるせえなお前。いや、もうもう時代か、荒野とかいいんだよ。なんだ、あ、なんだ、ワド、そっか、俺と一緒に海は入りたくないのか。いや、もうきついじゃないですか。じゃあ分かった、俺、荒野と海入るわ。そしたらそれと和道、嫌なんだな、分かった、ごめんね、無理強いしてなんか。ごめんね、和道の、和道が俺と海入るの楽しいって言ってくれたから。泣いてんすか。泣いてないよ、別に。いや、やめてください。いや、ただちょっと悲しかっただけ。いや、やめてください、鮫島さん、やめてください、本当。いや、もう和道は俺と海入りたくないんだなと思って。一緒にその後お風呂行きたいなと思ってたけど、だもう俺だけが思ってただけなんだ。いや、僕もちょっと鮫島さんと毎年海行きたいなとは思ってましたけど、夏行きましょう。いやだ。かわいい。それつまんないもん。でも和道はもう俺の手の届かないところに行ったんだなと思うの、嬉しいよ、これは。あれだって本当に死ぬ可能性ありますよ、本当に。死のうよ二人で、そう言ってたじゃん。二人で死んだら怖くないっていう考えだった。あれは卵捨ててきますね、ちょっと台所ダメだよ。なんでよ、卵はもう危ないって。ここにダメだよ。いや、もう捨てる捨てる、これは本当に。あ、ワドは変わったな。いや、変わるでしょそれ。あ、もういいだ、捨ててくる。小屋に頼もう、これから。そんなに言うんだったらもう多分ワドは俺のこと嫌いなんだし。ワドってつまんなくなったな、本当。普通食べるよね、あれ。俺だって食べるけどな。知らねえんだもんな、サルモネラ菌が何だって話だな。いや、食うよな、普通な、今のな。俺がせっかく面白いの食ってやってんのに。こういうとこなんだよ、お前。何がグルい卵だよな、かっこつけやがって。はい、しんちゃん、面白い。何？いや、食う。何もう。いや、別に何もいいよ。いや、もう小島グランプリとかにやらすときゃいいんすよ。あ、分かった、小島とこうやってやるわ、そしたら。だってね、ワドは閲覧100だし、もう正直。もういや、いいよ、別にワドやりたくないなら。いや、まあそうっすね、やりたくないっす。あ、じゃあやらない、今年やらないっす。分かった、了解。はい、はい、あ、多分こうやとかの方が面白いリアクション取れるしな。いや、ワド変わったな。勉強します。あ、ワドにあげたレジンもう捨てちゃったのかな。捨ててねえわ、飾ってあるわ、ちゃんと大事に取っといてるわ、のんちゃんと。ああ、でもワドは変わったんだよね、俺とは海入りたくないんでしょ。あそこにあるわ、あそこにちゃんと飾ってあるわ。うん、いや、入りたくないっすよ。
うん、ああそう、はい、分かった、はい、俺だけだったんだ、ワドと海張りたいって思ったいやもう勘弁してください、もうもうあれ言ったよね、来年も入りましょうって言いましたね、はい、でもお前は俺に期待を持たして自分だけ前に進むんだ、うん、はい、なんすか、俺はあの時の江ノ島の浜辺に今もいるんだ海嫌いああそう、海には張りたくないんだ、俺とでも、いやだってあれ本当にあの鮫島さん知ってるでしょ、あれ死ぬって本当に知ってるよ、だけど俺はお前と入る海は最高だった、もうちょっともう僕らもう時間が止まってるんですって、ニコ生の、いやね、僕だけが止まってんだよ、そう、和道くん君は前に進んじゃったんだよ、そう、鮫島さんだけニコ生の鮫島で、あ、そうなの、じゃあ和道はやんないの、もう僕は本当に、僕ははい大丈夫です、わかった、はい、和道も変わったな和道、はい、ロハコ事件は面白かったのに、面白かったですねあの時とは変わったんだね、変わっちゃいました、はい、そうです、変わりました、お前殺すぞ、なんですか、もういいじゃないですか、そろそろクソみたいにつまんない配信さ盛り上げようと思ってやってんのにさいやいや、まあ、はい、ああそう、じゃあもうやんないのね、やんないです、じゃあまたウコケ頼むよ、いやもうやんない、もういいから、ウコケうずらも頼んじゃうよ、ついでに、いやいや言って本当にいらないって、もううずら安いんだから、もう今日はいいじゃないですか、もう終わりで、長お前の喧嘩売ったんだろ、俺に海は行きましょうよ、売ってない売ってない売ってないですよ、割ったじゃないですか、鮫島さんの愛で、じゃあ割ったのはもういいよ、何ですかいいよって、割ったのは事実、割ったじゃん、割ったじゃないですか、クソみたいにつまんないさ、前振りして、いや、女子送るかったらとかに、ただの君だし、しかも君悪し、お前。はい。ほんと、なんも面白くない。なんすか、それ。だから、お前に面白いことさせてやろうと思って、はい、俺が振っても、はい。な。いや、もう時代変わったんですよ。変わってねえよ、何も。変わったんですよ、もう。クリーンな配信者が受けるんですよ。クリーンな配信者が。税金を納める配信者が喜ばれるんですよ、これからは。お前クリーンじゃねえじゃん。もう税金納めましょう。だ税金の話はもうどうでもいいんだ、あの海行かないで2人で確定申告行きましょう、お前となんか行かねえよしかもお前東京とお前神奈川じゃねえ、あ本当だ、しかも家でできんべ確定申告って、確かにタックスなんとか、うん、うん、寂しいな、うん、寂しい、去年はクリスマスボウリング行ったな、いやあそうっすね、楽しかったよな、楽しかったっすね、あれね、便所太郎さんも言いましたよね、いたないたな、はい、そんで江ノ島で俺はひき逃げ、あのあってね、そうだ引かれたんだ、鮫島さん海入ろうと思ったら引かれてさ、そうだ、クリスマスなのに引かれたんだ、思い出した当て逃げ、でも今のワドはいないけど、そうだ、思い出したクリスマスに引かれたんだ、だからリベンジしなきゃいけないんだよ海、いや行かないですよ、クリスマスになんで海行くんすか、いやクリスマスじゃなくて、いや死にかけたんですよ、俺。死にかけてはないよ。死にかけましたね。それは大げさ。いや、本当に痛いじゃないですか。お前、往復したじゃん、でも。はい。やりきったじゃん。やりきりましたね。唯一やりきったことじゃん。はい。どうすんだ、お前、荒野とかがあれを平気でやって、あ、余裕ですよ、なんて言われたら。そしたら、そう、説教ですね。配信外で。その配信の。いや、説教じゃないじゃん。配信の。わざわざ大げさっすよ。いや、配信のいろはが分かってないって言っても。2,3 時間詰めますね。だちょっと大げさだと思ったもん、今はどう僕はそれは配信者として。いや、2人で今回勝負しない。どっちが往復で先に帰れるか。いや、僕の方が早いですよ、そんなの。いや、俺絶対負けない。いやいや、僕は絶対負ける自信ないですよ。何言ってんの、まあ、絶対勝ちます。絶対勝ちますよ。はい。もう確かに、あそこのノウハウを把握してるお前は強いよ。はい、強いですよ。でもその前にあえて挑む、俺は二、はい、人で泳ぐんですか、江ノ島、泳ぐっていうか、どっちが早いか、いや多分俺は勝てるね、いや僕勝ちますよ絶対、多分余裕で勝てると思う、はい、本当に、はい、やる、やんないっす、なんでやんないっすもうお前つまんねえな本当に、いやもうやんないっすよ、ほらみんなリスナー言ってんじゃん、やってほしいって、いや、やですよ、俺もやだよ。でもお前を
持ち上げ、ね、お前をまた立ち上がらせたいから俺はやるっつってんじゃん。もう、大丈夫っす、大丈夫っす。大丈夫っす。大丈夫じゃないじゃん。どうすんの、お前。僕、ホスト系配信者なんで。どこがだよ。寄り目系だろ。なんすか、寄り目系って。寄り目系女子だろ。男子ですよ。気持ち悪いよな。なんすか？え？なんすか、気持ち悪いっいや、て。そう、みそぎしましょうよ、和道さん。嫌ですよ。でもね、今年思い返せば、旅配信、ね、やんなかったよね。やったじゃないですイか。ベント、やんなかったよね。通報したの鮫島さんでしょ、あれ。俺じゃないよ。何の話？ロフトプラスワンに。知らない、知らない。知らないですか。全く俺知らない。多分、のんちゃんじゃない？のんちゃんずっと一緒にいるからしないですよ。俺、そんなんやんない。ワードなんか目じゃないもん。じゃあ、このまま今年1年終わっていいのかな？いやいや、俺はもどうかと思う。う、な、なん俺で。も1月、ほら、邸宅審理やってんじゃん。ああ、やってますね。やっぱ、みそぎが必要なのよ。やっぱ、俺も。やっぱ、このままじゃ、やっぱ、終われダない。メだなと。なんでおそんな、前だけじゃないんだよ。なんで年に一回神回を起こさないと年越せないみたいな感じになってるんですか？違う違う、神回じゃない。みそぎ。みそぎ？やっぱ来年始めるにあたって、海入るんですやっか？ぱ自分たちの罪というか、汚れ？汚れよ。江ノ島で、江ノ島で。だってあそこ綺麗だったべ、海。いや、めちゃめちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗だべ、透き通ったべ。透き通ってますよ。最高じゃん。そう、邸宅侵入って初めて聞いたもん。俺も今年罪を犯した何回も。で、やっぱ、和道もそらね、当然いろいろあってさ、まあ、成し遂げられなかったこともあるじゃん。じゃあ、そ今度やりう、ましょう。今度、海。今度じゃない、明日だよ。いや、明日は無理だって。何なの、お前は。いや、クリスマスにはしない。何なのって、何なの、鮫島ですなんでよ。そんな、お前は昇進、なんかすごい消極的になってんの？いえ、何なのでしょう。お前、あのロアーコの時のワードはどこ行ったの？いや、もうだから時代変わったんですよ。明日やんない時です代よ。は変わってない。何も。お前が臆病になってる。あの時はお前すぐ来てくれたじゃん、去年。いや、去年は行きましたけど、だってのんちゃん産んでどんですこ行っよ。たよ。のんちゃん起きて。のんちゃん。ほら、のんちゃん寝てますよ。叩き起こせ、ババア。ババアじゃないですよ。かわいいかわいいのんちゃんですいや、起こせよ。よ。いや、寝てますよ。リウマチのババア、かわいいわ、リみんュウな。マチのババアだけど寝てますよ。かわいいのんちゃんが。お前、この間セーラー服でよ、気持ち悪いよ。ロムってたんだ。気持ち悪いんだよ。なんで見てんすか、気持ち悪いもなんで見てんですかって、気持ち悪いもの見たさだん。よ。怖いもの見たさみたいな。怖いもの見たさだよ。やるしか人なのいよ。彼女なんだと思ってん時す代が変わったっていうのか。は言い訳だよね。なんすか。時代は変えるものだよ。何かっこいいこと言ってんすか。かっこよかった、今。今かっこよかったっす。あ、よかった。今超かっこでよかったっも、す。やるしかないでしょ。だって、お前、今年の汚れ。いや、俺もあるし。今度にしましょう。今度に。じゃ、今度って明日だよ。いや、もう明日は嫌だ。あ、お前、そう言ってじ結ゃあ、局やん俺ないんだ。雑談できてないから、花火稼がないと寝れないんだだかから、ら。それは、みんな一緒。いや、みんな一緒ですよ。だから、それぞれ配信つけクリスて。マスじゃ遅い。クリスマスじゃ遅い。なんで明日なの？お前は、不滑稽も死なせた。死なせたっていだうろう？か。だって俺は確かにお前にあげたよ。プレゼントしたよ。お前の監督だよな。いやー、もう3無理っ人す。の子もう供を殺したんだよ、お前は。無理っすよ。無理っす、無理っす。やめま無し理ょなんだ。う。無理っす。じゃあまあいいや。じゃあくず米食って。いや、食わないって、もう、どんな色だっけ？もう一回見せて。何がすか？くず米っすくか？ず米。いや、もうボロボロっすよ。こんな。重っ。つまんなくなったこいつ。重い？重くないでしょ。軽いでしょ。いや、めちゃめちゃ。20キロぐらい持ってよ。情けねえな。20キロなんかそんな重くないでしょ。重いっすよ。20キロなんか片手で持てます？持てません。持てる？お前女の子じゃねえんだ。釈迦とか食べんのかな？くず米。鹿は食べますね。食べますけど、玄米のいいやつ、オーガニックのあげてるんで。それもオーガニックだよ。まあまあ。
いや、これはね、生まれるはずだったウコッケ3匹分の餌だったんだよね。いや、汚ねえな、この米。汚くねえよ。だべえ米だ。お前、俺がプレゼントしてんだぞ。だべえ米だな、ほんとに。おい、ね、おい、汚い米っすよ、これ。聞こえてんぞ、全然見えない。汚い米ですよ、これ、ほんとに。これ人間が…食えるって言ってよ、お米。全然白いじゃん。白くないですよ。白い汚い米なんですよ。今炊飯器あんの？ワードもあるけど炊かないっすよ。食わなくていいから炊いてみて。やですよ、汚い米なんすから。お米だよ、お米。いや、米ってだからこれあれっすよ、家畜とかが食うやつっすよ。違います。だって黒ずんでるんですもん。それは違う、玄米だよ。形が一つとしてちゃんとお米の形してないんですよ。だから炊いてみろよ、ちょっと。なんすかこの黒いの。わかんねえじゃん。なんすかこの黒いの。普通の米じゃん。普通じゃないですよ。黒いのあるんですよ。一合ぐらい炊けんじゃん別に。いや、やですよ。食わないですよ。普通に白いじゃんね。食えるじゃん、ね。じゃあ食ってくださいよ。送り返すんで。だから食ってやるから炊いて持ってこいよ。やですよ。じゃあ二人で食おうぜ。やですよ。なんで俺食うんすか。お前にあげたもんだから。まともな米ないじゃないですかこれ。あんじゃん全然。全然ないっすよ。あ、じゃあ分かった。ふるいにかけろ、まともな米だけ。ね、そんな、おいしんぼのなんか、北朝鮮のお寿司屋さんじゃないんだから。米は。そんなら食えんで、別に。食わないですよ。普通に2000円で米売ってるんで、普通にうまい米食えばいいじゃないですか。まともな米なんかない。つまんない、お前。うん。なつまんない。つまんないって何？もう、これ花火上がんねえわ。なんすか？営業妨害ですよ。だって上がんねえじゃん、こんなつまんねえの。で、普通に面白い雑談したら上がるの？上がんねえよ。上がるつの？つまんねえ、ほんとつまんねえ。普通炊くべ。炊かないっつってんの。普通は。え？普通は炊くよ。炊かないよ。食わなくて、だって洗えばいいだけだ。捨てりゃいいんだよ。嫌ですよ。炊くだけだ。俺食い物で遊ぶの嫌なの、命とかで。ね、でもね、旅に行きますとか詐欺はするんですよ、リスナーさん。騙されないね、こいつ。老人詐欺してますからね。まあしてますけど。こいつしかも生活保護不正受給もしたし。してねえつ。本当クズですよこいつ。マー君をね、懲役に行かしたし。普通炊くでしょ、配信者とか。で、俺のプレゼントをクズ米って言うんだよ。クズ米でしょ、実際。1万5000円かかったんですよ、こいつに。つまんなくなったな、ワド、去年と違って。え、捨て頃出んの、結局。捨て頃は落ちましたよ、出れなかったっす。え、なんで？いや、だから前回負けたから、はい。あー、そういうことか。だから僕は出れないの確定です。あ、もう絶対。はい。お前なんか、サバゲの時、あ、絶対出れますよとか言ってないんだよ。いや、だからそう思ってましたよ、僕も。うん。はい。なんでそうなったかわかる？わかんないです。やっぱ、そういう面白さじゃない？だから3頑張れよって言われました、ベンゾさんには。3までお前がいるかわかんないけど。何すか、来年いるでしょ、俺。再来年。来年はいるかもわかんないけど。はい。再来年いるでしょ。じゃあお前自分で何が悪いと思うよ、出れなかったの。いや、だから前回負けたのが原因かな。それだけじゃないじゃん。じゃあ負けた人間で出れる人間いるよね。はい？負けた人間で出れる人間っている？お、わかんないです。あのカードは。おぉ。はい。僕はとりあえず出せないっていう、もう今回はごめんねっていう。ああ、もう言われてる。確定で、はい。だからまあ確定負けなの、出れないの確定は別に言ってもいいじゃないですか。え、でもだって25日でしょ、はい、発表って。そうです。今わかんの？いや、そうですよ、僕は出れないって言われたから、それは言ってもいいって言われてるんで。出る人は、あ、もう絶対出れないって言われてんだ。そうです、そうです。へー、はい、出れる人は言ってないですよ。誰が出れんの？それはまあ知ってる人もいますけど言えないですよ。言いなよ別に。ダメでしょ、25日発表なんだから。なんでそんなもったいぶる必要あんの？いや、だってそれ企画潰しでしょ、便所さんの。別に企画潰しじゃないじゃん。ダメですよ、そんな。便所、分かった、まあそれはいいや、はい、なんで出れないの？まあじゃあ去年負けたわ。負けたからですよ、はい。前回負けた、はい、うん、負けたけど、うん、町さん勝ちたいですって言って出れる可能性もあったよね。いや、ありましたよ。多分そこじゃないよ、原因は。どこっすか？
自分でどこだと思う？いやだから、それ以外に。トレーニング、いや、ジム通ってないとか、閲覧が少ないとかじゃないですか。まあ、あれだね、注目度だよね。あ多分、ワードを出すにあたって、あ。うん。他に、まあ、クモン竜とか、はい荒は野いとはい。か、まあ、出るか分かんない数けど、軍曹とかね。まあ、いろんうな名がね、売れてん。うん。る新人がいる以上、はい。いまだにね、もう何年も配信やって100人の閲覧のお前を出す意味はないよね。まあそうですね。うん。うん。それ、どう思う？自分で、そういう判断されて。まあ悔しいですね。悔しいよな。はでも、それが周りの意見なんだよ。い。何に時代が変わった？時代が変わってんじゃねえよ。お前がただに、ひ弱になっただけだよ。時代はいつも変わらない。うん。勘違いすんなよ、お前。お前がクリーンな配信したのもわかるし、俺もクリーンな配信目指してる。目指してるんですか？当たり前じゃん。全然今クリーンじゃん。俺、昔に比べりゃ。クリーンな配お信前も目そうだろ？ 鮫お島前さん、クリーンな配信目指してるんですか、今。当たり前じゃん。だってクリーンじゃなかったらウケねえもじゃあ、クリーンでやってきましょうよ。だけど、クリーンの中にも、笑いって必要だろ？別にダークな配信なんかしてないじゃん。いや、結構してますよ。いや、お前はな。いや、はい。まあ、はい。だそれが原因なんじゃない？多分。ダークなっていうか、つまんない。そのつまんないっていうのが。第一に。どうすんの？これ。どうしましょお前、多分来年の今頃には忘れられてるよ。う。毎年そう言われてますよ、僕。もう明らか減ってんじゃん、いつら。どんどん。いや、そうでもないですよ。いやいや、前回の俺、去年お前と海行った時とかは、いつら200はあったもん。僕今でも200ありますよ。ないね。110ぐらいだね。いや、ありますよ。なんでそう盛るの？持ってないですよ、別に。ありま持っすよ。てるから、お前絶対ないから110とかだから。いや、あります、あります、ない。まあ、お前があると思ってもないよ。周りの意見は。全然。いや、もう構わないです客よ、観的別に見て。に。客観的に見ていいっすよ、別に。200あるんで。ないよ。いや、あるんですよ。ないもん。あるっだって、て。マジでさ、ね、お前ぐらいの、じゃあさ、中堅の配信者で、はい。閲覧が150切るっていうのはお前しかいないよ。他誰いるんですか、中堅。で、お鮫前しか島いさない。んが中堅だと思う、誰ですか、周り、他。ああ、光。あと、新八丁。まあ、荒野は新人だけど、お前より上だよね。まあまあ、そうですね。まあ、今は三段落ちてきてるけど、まあ、トムソーヤ池上なんかお前の上じゃん。そうですね。どうなの？自分で、いそや、れ。もう本当池上さんについていきたいと思ってますね、僕は。無理だよ。お前なんかついてこさせないじゃ僕ん、は誰池も。上さんがこれから来ると思ってるんで、池上さんのバーターでやっていきたいですね。無理でしょ。無理っすか？キャラかぶっだってま池すよ。上、いや、キャラっていうか、なんだろうな。なんて言うんだろう。中堅で、新人に媚びる人間なんか、いや、誰も新人味じしゃないでと思すよ。池上さん大手ですよ。う。新人だよ、あ、全そう然。なんですか。僕は配信会しどうょ。するの？まあ、本当にマジで。配信者でさ、ただでさえ今、どんどん確執が生まれてきて。池上さんのディスやめてもらっていいですか？いや、池上はどうでもいいんだ、今。どうすんの、今後。いや、まあ、細々と。無理だよ。だって花火も上がんないしさ。花火上がりますよ。上がってないじゃん。せいぜい1日1500円ぐらいでしょ？ 4万5千円だよ、月。家賃どうすんだよ。そんな僕の勝手じゃないですか。いや、いいんだよ。だから俺は心配して言ってんだよ。勝手だとか言うんじゃなくて。頑張りまおす。前5万も稼げないでどうすんだよ、月。頑張ります。頑張りますじゃないよ。頑張んなくていいんだよ、もう。頑張ったって身になんないもん。当たり前だろ、今年さ、旅配信やるとか言って。僕は子供の頃は旅をするのが夢でしたとか言って、のんちゃん泣かしてさ。でも結局それも投げだし、イベントも投げだし。どうすんのよ。どうしますかね。もう無理じゃない？限界じゃない、これ。そうっすね。自分でどう思う？正直。いや、もう限界っす。まあ、おちゃらけてるのが見えちゃうんだけど。まあ、あれだよ。今、目つぶって考えてみて。来年はユイガと一緒だよ、お前。
今想像してみて。ね、はい、配信開けましたと。はい。今夜勤の仕事終わって帰ってきたよって吹かすわけだよ。本当は一発で、打っ野て球るやっくてるせわに。けだよ、休み、ね、ど、日曜日は。毎日休みなのに。どうよ、自分がそうなったら。死にたいっすね。死にたいよな。そうっすね。辛いよな。死にたかったっすね、今、お前はそれリーチだよ。マジっすか？いや、リーチってかもう多分そうだと思う。今やってることは。マジっすか？車の免許もない。ね。実際問題。どうすんだ？本当に。どうしようもないっすよ。別に車の免許取りに行くこともできるだろ 必要ないっすもん、東京で車のう。免いやい許。や、仕事で必要だろ承知しないっすもう。じゃあ、ふわっちなくなったらどうすんの？ん。YouTuber。YouTube なくなったらどうすんの？しか YouTube もおなく前ならないっ YouTube すよ。稼げねえじゃん、通報で。YouTube 頑張りますよ、僕。ダメじゃん、稼げないじゃん、通報で。頑張りどます、れぐ頑らい張なりの？月。だいたい YouTube 収入って。ます。3万とか2万とか。お前どうすんだよ、それ合わせても6万だよ。どうすんだよ、家賃払ってやっとじゃん。僕の勝手じゃないですか、それ。いや、勝手なんだけど、今、俺は相談で心配してんだよ。大丈夫ですよ。なんとかやってく YouTube るんで。頑張りますよって言って3万ってなんだよ。頑張ってる結果がそれ？頑張ってそれまです。もまだやってないの？結構やってる？結頑張っ構、てる？もう2年目ですね、YouTube は。2 年目で3万？このアカウント2年目です。ああ、じゃあまあ、ふわっちでまあ5万ぐらいだと。まあ8万。のんちゃんどうすんだよ。のんちリウゃんマチはだぞ。大丈夫ですよ、のんちゃんは。いやいや、お前がやっぱさ、まあ、結婚はしなくとも、やっぱ男としてさ、手を引かなきゃいけないわけだよ。大どう丈す夫、んだよ。大丈のん夫ちゃんもしかしたら、な、荒野に目が移って荒野と付き合っちゃうかもよ。いいっすよ、別どうに。す。もう大丈夫ですから。僕の生活は大丈夫ですから。ダメでしょ、多分。もうダメでしょ。大丈夫でしょ。ダメでしょ。なんでダメなんですか？ふわっちで、だって、ある程度中長い配信者で、どうすんの？本当に。どうすんのってどういうことっすか？いや、マジで。なんか、プライドとかないの？ないっすよ、別に。あ、ないんだ。ないっす、ないっす。俺あるけどね、やっぱ。やっぱ俺あるよ。どういうプライドっすか？やっぱ閲覧が、やっぱね、俺より上のなんか新人とかいたら、やっぱ頑張んなきゃなとか、あるよ、悔しかったり。例えば誰っすか、それ。いや、いないよ、俺は。いないように頑張ってるもん。お前なんか100人とかじゃん、閲覧。まあ、はるかに上の方が多いよね。アイコと同じぐらいか。どうよ。いや別に、愛子あ、さん大丈夫なんだ、自分の中で大は。丈夫です。愛子、だ愛。から、まあ、稼ぎ、まあ、俺は稼ぎに重きを置いてないから、あれなんだけまど、あ、はいはい。マンスリーランキングも今、お前何位だ？110位ぐらいですかね。前回まで何位だった？例えば8月とか。どれくらい？100位ぐらいでしたよ、僕ずっと。いやいや、最初のは上にいたよな。そうでしたっけ？頑張ってたよな。花火上がんないのはしょうがないですよ。なんで上がんないと思う？ それが分かってたら、自分でなんとなく何が原そ因れかがな分とかってたら 対策ビ打ジュアてルてか。る。ビジュアルか。なんすか、ビジュアルディス。ビジュアルいや、関係ないでしょ。まあ、あんまビ言いジュたアくルない。急に変わってないでし目ょ。が原因だよ、目が。本当に目が 原目因。が原因だったら昔も上がってたでしょ。いや、でも目が原因だよ。なんすか。ん？何が？ どういうことっすか、目が原因。目が原因だよ、間違いないここよ。数ヶ月なんで売り上げ落ちたと思うって、目が原因だって意味がどわれかぐんない。らい落ちた？おおよそ。最高半分が、以上落ちましたよ。半分以上？それやばいな。やばいっすよ。その金の流れやばいよね。だから要は30万が15万ってことでしょ？どうすんだよ。だからもう花火が上がんないよ。どんだけ頑張ってもお前はいつらも伸びないし、花火も上がんないよ。何かしら原因があるんだよな、そこには。そうですね。何、個人事業主だとかなんか言ってるけど、それどういうロジックですか？
どういうキャッシュフローかっていうと、だとりあえず、だからね、ワドのロジックじゃ、はい、この先積むわけだ。はい。ね、お前が言うロジックだよ。はい。キャッシュフローがなってないし、はい。実際にイニシアチブはのんちゃんにあるわけだから。はい。イニシアチブ。寄り目直すか。直すって、寄り目直すってどういうことっすか。寄り目直せば多分、はい、まあ8割ぐらいまではいくと思う。もっとフレキシブルな議論しません？ん？もっとフレキシブルなディスカッションしたいっす。いやいや、お前がそうね、お前のロジックは分かんないけど、はい、いいよその横文字は、無理やり使うのやめよう。やめよう、はい、あんま面白くないと思う。そうっすね、はい、うん、どうすんだよお前。だってさ、ね、ジョーズクビにしたのも正直、はい、お前に経済状況が危ないから俺はお前を解放しちゃったんだよ。ああ、優しさから来てたんだ。当たり前じゃん、だって無理だもん、うん、今後お前継続は。まあまあまあ、きついっすね。自分で無理だと思ったべ。いや、まあ金かかりますね、正直。BB 弾だってお前にあげてんだよ俺。はい、ありますよ、まだ。なぜあげたかって、お前には買うほどの経済力ないと。はい。俺は思ったからあげたんだよ。ありがとうございます。なあ。だってそんなお前にやらせらんないじゃん、交通費まで払わしてさ、はい、ね、ただしさ金ないのにね、会場費払えなんて言えないじゃん。はい、ね、はい、なんでお前はその捨て頃後のあの意気込みがなくなったの？わかんない、負けたからじゃないですか。でも捨て頃後はある程度安定してたじゃん。いや、そんなことないですよ。捨て頃後からダメになったんですよ。捨て頃までが良かったんです。あれだよね、海行ったりしたの何月だっけ。あれは8月かな、4月か8月です。あ、捨て頃後2ヶ月か。はい。でもあの時安定してたよね。安定っていうか、まあほら、あのテルのね、あのコラボだったんで沖縄行った時は。あ、沖縄も行ったっけ。はい。じゃあ沖縄 の, あのその前、あの一人で行った海に。それは捨て頃前ですよ。捨て頃前だっけあれ。はい、捨て頃前に旅してたんですよ。あ、で、そんで一回中断したのか。そうそう、捨て頃帰ってくるっていうことで。あ、そうだそうだ、福島から帰ってきたんです。あ、そうだ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 、はい、うん、でもあの時はね、まあ順調だったわけだよね。はい、川行こうよは2年前ですよ、うん、川に行こうはあのロハコの時でしょ。そうそうそう、だいぶ前だよ。え、3年前でしたっけ。もうもうそのぐらいなんのかな。はい、2、3年、2、3年だよね。3年ですね、はい、うん、はい、お前はだからなんでそっからその今まで落ち込んでんの。いや、もう勘弁してくださいよ。ダメだよ、見つめ直さないと。いや、もうもう本当に逃げたって解決はしないよ本当に。いや、だって自分の悪いところが分かんないと、はい、多分今後、はい、どんどん先細になってくる。いや、じゃあ雑談して花火もらいたいんですって。僕無理だって。いや、無理だじゃなくて、だって上がんないじゃん今日全然稼げてないんですよ。くっそつまんねえし。いや、全然面白いでしょ僕の雑談。つまんないよ。面白いでしょ。でまず見てる人が100人って時点で、はい、あれだよね、はい、相当花火上がんないじゃん、アイラみたいに。まあ上がんないですよ。ビジュアルが負けてんだから。まあそうですね、ビジュアルが終わってんだから、はい、で、あ、女優ライトだ。お前ちょっとライト自分の顔に照らしてみろ。わかりました。多分ライトだと思う、はい、ライトでだいぶお前変わると思う。負けるよ、はい、よいしょ。これで懐中電灯じゃないのがちょっと痛いけど、まあ多分光で飛ばしちゃおう。行きますか。いいっすか。やっちゃいましょう。いいっすか。ああ、いや、もう本当あの物は盗もうぜ。はい、行きますよ、うん、どうっすか。待って、まだラグがちょっとないな。ライトじゃなかった。じゃあそれじゃないよ、普通のライト。あのライト使えよ、投光器。投光器それじゃ、だから変な怖い人だよ。ダメっすか。ダメだよそれじゃ、うん、もう女優ライトをつかなきゃ。今のはちょっとないな。違う、それじゃないって。だからん、下からじゃないって、前からだって。もう普通に考えりゃわかんべえよ、なんか。しかもそれじゃないんだよ。それじゃハゲが目立つよ。これでダメっすか。だからあのスタンド使うよ、ライトスタンド。ライトスタンドさっき使った。そんなんじゃダメだよ、はい、お前それもしながらずっとやるのかよ配信。目が痛いっすね。はい、あの、はい、それは眩しいよ。あ、目マジやれた。何が原因なんだろうな、お前が今終わってきてんの。まあビジュアルは間違いないんだよ。ちょ、目隠してみて。目ですか。 目線こうですか、うん、まあ5秒ぐらいラグあるんだよな。はい、
ちょ待ってね。ああ、目だな。やっぱ目だな。目が結構、はい、ネックだな。目が結構引っ張ってんな、これ。お、はい、花火上がったぞ。おい、花火ありがとう。踊れよ、いつもみたいに。踊ったこと一回もない。花火のコールだ。上がりました。それはダメ。それほんと深い。ありがとう。ちょっと待って、花火のコールを考えよう。花火のコールはだからキスですよ、僕。それはダメ。何すか、ダメって。あのね、それはね、ほんとね、花火投げなくなる。いや、みんな投げてますよ。違う違う違う、これは俺のリスナーだから、今投げてる。いやいや、俺のリスナーですよ。何勝手に。ミノムシウンコイルカついてんべ。ミノムシウンコイルカついてんべ。ミノムシウンコは俺のリスナーですよ。違うよ。俺のリスナーだよ。違いますよ。俺、レイジン作って家まで送ってるもん。でも。何言ってんだよ。ああ、そうですか。すいません。うん。はい、俺がワドを見てあげてって言って見てくれてんだよすいませんなんか、はい、いやだからちょっとコールだな、花火のコール。なんですかもう。だから自分なりになんか面白い何かさ、そういう特性、特性やっぱワドオリジナルの、はい、ちょガチョーンやってみよう。上がったらすか、花火ありがとうガチョーンみたいな。じゃあ上がったらやりますよ。いや今やってみろ、うん、はい、上がりました、はい、じゃあ行けますよ、はい、花火ありがとうガチョーンまだ見えないんだよな。待ってね、初ダメ、照れがあるよね。いや照れるでしょこんなのダメ、もっとやんなきゃダメだよ。花火が上がってる。はい、もう一回、もっと全力で、はい、はい、花火ありがとうガチョーンごっくらいラグがあるからさ、見れないんだよね。なんだこの配信。あ、でもいいいいいい。でもいい。よくはなってる。笑うな、笑ったら負けだぞ。お、今お前のことを直してやろうと思って、俺はアドバイスで。ね、笑ったら負けだっていうのがね、もうね、ニコ生のノリなんだって。全然違うよ。初。じゃあとりあえず、今よくなった。はい。今本当にはっちゃけて、はい、お前は間違いなく、はい、そのナルシスト系じゃないんだよ。はい、勘違いすんなよお前は、はい、なんでお前キスとかやりだしたの。いやだからほら女性に対するさ、お前みたいなサクッとラとかだけじゃん。サクッとラなんかもうしばらく見てないっすよ。だからブロックしたからでしょ。でもそういう人間しかいないんだからね、リスナー層を考えよう。リスナー層だから経営者、とりあえずお前がそのお前の何でお前のことを求めてるリスナー層、はい、客層だよな、はい、うん、お前の客層って言っちゃえばじゃあまあ40過ぎの生活保護だよ、はあ、でやっぱ生活保護が多いとアイテムは渋るよね、はい、当然、まあまあ使えないから、はい、でそうなったら考えることは何、とりあえず客層変えるだよな、そうっすね、客層変える、客層変える、もう一心だよな、そうですね、うん、うん、じゃあ分かった、じゃあ女のリスナーがいる体で、はい、チューじゃなくてガチョンを決め顔でやろう、かっこよく決め顔でですか、やっぱ面白いかっこいい、面白かっこいいなるほど、うん、これはウケると思う、ほう、かっこいいガチョン、面白かっこいい、あこの人すごい面白いけどかっこいいみたいなるほど、うん、はい、花火上がりました、あ上がった上がった、じゃあ行きますよ、うん、もち花火ありがとうガチョーン、5秒ぐらいラグがあるんだよなこれ、ちょっとダメだな今じゃあとりあえずなもう寝てもらっていいっすか、もう寝てが悪いもう寝てもらっていいっすか、そろそろ本当にまだ寝ないよ、だって俺夕方起きてるもんもう寝ましょう、そろそろ暇だもん、もうきついっすよ、鮫島さんと4時間通話きついっすよ。じゃあ分かった、はい、上手戻りたいよお前。いやもういいっすもういいっす、いや戻りたいか聞いて、いや戻りたくないっす。あじゃあ P90 売っちゃうの。いやあれはだからチームワド作ってますから。作れるわけねえじゃんお前に。サバイバルゲームチーム東京で一番有名な側になるの。ワドで、そうですそうです、
またそうやって詐欺すんだ。いや、作ってますよ、今。今何人メンバのんちゃんと僕の2人です。ー？ あ、夫婦経営ってこと？そうです、そうです。ああ、そうなんだ。え、じゃあ何？し、え、け、あの、サバゲーなんか行った？ゼロ回です。あ、エアーチームみたいな。丘サーファーみ丘たいな。サーファーみたいな。家サバゲーみたいな。そうです、そうです。家サバダに。メじゃん、じゃあ。はい。なんだ、お前がね、もしチームワードを作ってくれんなら、ジョーズと対戦ができるんだよ。ああ、もうお断りですね。もう NG。こっちからお断りだよ。NG ですね、うちのチーム。チームジョーズだけは、もうん。う、これですね。ああ、で、嫌だと。これ、もう本当やりたくに。はい。ない。なんで夫婦で経営してるやつに NG にされてるかあ、わかんねえけど。NG ですね。あそこはちょっと。でも無理でしょ。だって、まず車がね、のんちゃんしかないっていう。はい。痛くない？いや、もう、大丈夫ですよ。何？あ、一応三段は立ってんだ、自分の立中で。ってます、立ってます。東京ですから、田舎の方とはああ、違そううんで。か。東京の、はい。はい。そのスポットで、そうです。シやティーる。ボーイしか入ってこないんで、うちああ、は。なるほど。ちょっと洗練された。そうです、そうです。髪型も今風な、インスタグラムやってあ、今る、風な。はい。リウマチのババアと、寄り目のハゲ。YouTuber かインスタグラマーしかいないですから。あ、そっち、あ、はい。YouTuber 狙ってんの？狙ってます。はい。で、完全に。Twitter じゃないんだ。はい。インスタ行っちゃうんイだ。ンスタと YouTuber しか入ってこれないああ、感なじ。るほど。じゃあ、リア充系だ。そうです。インスタ映そんえ。な浮かない？そんな場所に47もう、いのやいババアや、とさ、寄り目のハゲがいたら。僕ら浮かない？ YouTuber ですから。月何万だっけ？2万。2万で YouTuber 語るのやめて。本当に。それは。それはどう思う？自分で2万でさ、ヒカキンとかと同じ YouTuber とか言っちゃってんの？自分。バリューとじゃか、あ、例えば、フェイ第ス三ブッ者クがとそうか。いう、ん？バリューとかやってますから、僕ら。フェイスブックとか。うん。まあ、わかんないけど、はい。どう思う？月2万で YouTuber 気取ってるやついたらどう思う？自分で。第三者で。僕らは全然、ほんと。早く。いくらにしたいの？じゃあ来年、いくら稼ぎたい？来年1億。20万は行きたいですね、YouTube で。あ、月。1ヶ月。はい。年間だったら今言ってるもんね。年間だったら超えてますね。月20万。はい。目標低くない？いや、まあでも3年後は億、ほんと。あ、そういうことね。長い目、ロングスパンで。そうです。銀の盾、金の盾を常に。ああ、20万でね。うん、いつら、登録者20万、20万で。そうです、そうです。銀だもんね。今何人だっけ？今1000人です。あ、ちょうど。はい。2年でちょうど。2年で1000人超えましたね。少ない？だって2年で1000人ってことは、単純計算、2年で1000人増えてるわけだから、20万いくのに何十年かかる？いや、まあまあ、もう、グーってくるんで、後から。あ、これから伸びるんバーンっだ。てくるんで、本当に。後の方で、バーン。今、日に何人ぐらい登録してる？一人。よくて一人。3日であ、一じゃあ、人とか。3日で一人ずつ増えていく計算で、何人か抜けてみたいな。です。あ、そうですね。はい。まあ、1ヶたぶん、月20人そっ増えか。たら勝ち、みたいな。あ、ラッキーみたいな。ラッキよっしーみゃたみたいいな。そうですね。いつ YouTube ドリーム掴むの？わかんないっすよ。YouTube やめれば？ やめないっすよ。だってさ、月に2万なんでしょ？だってそれ YouTube YouTube やのめ編た集らとか美だろ？容室で仕事何やってるんですかって言われた時なんて答えればいいんですか？どういうこと？美容室であ、髪美切っ容室てるで？時に美容師さんからお仕事何ですかって言われたら YouTuber。ああ、あるね。そういう会話あるもんね。はい。YouTuber って答えてるんで、僕は。かっこ悪いよね。え？最高にかっこ悪いと思うよ。なんでですか？鮫島さんなんて言うんですか？無職ですって。だってそこ見栄張る必要ないじゃん。いや、僕は YouTuber ですから。え、なんでなんで月2万でしょ？はい。月2万でしょ？はい。だってなんで YouTuber じゃないじゃん。だって、だってアフィリエイトじゃん。無職でアすフィとリか、エイト収入みたいな。恥ずかしくて言えないです。無職って言えばいいじゃん。嫌です、嫌なんでただしさ、寄り目で気持ち悪いのにさ。です。はい。いや、だからこそ寄でり目す。YouTuber なんてなんか限られてんじゃん。だから今一番かっこいい髪型にしてくださいって言って、今日いや、髪ハゲてんじゃん。ハゲてないっすよ。ハゲてんじゃん。ハゲてないっすよ。やめてくだハさゲてんじゃん。なんかビッグダディみたいなおでこ出てんじゃん。い。ハゲてないっす。ハゲてんじハゃん。ゲてツまルツせん。ルじゃん。ハゲてません。
お前さっきの卵みたいにテカリが出てる。いや全然ハゲてないです。ふっさふさ。ハゲてる。ハゲてません。じゃあお前ハゲてません。外してみろよ。外して当ててみろよカメラの前に。いやハゲてないっす。絶対ハゲてるの。ハゲてないっす。お前うなちゃんマンと一緒じゃん。ええー。じゃあ一緒だよこれもう本当に。32だろ。うん、はい。32。来てるよね。来てないっす。正直来てるよね。来てないっす。来てるよ。来てないっす。ワカメみたいなもんじゃん。いやいや全然もうふっさふさなんで。え、どこが？いやめっちゃ剛毛ですよ僕。まあまあそれは背中には毛生えてるよね。はい、生えてます。汚いよね。汚いっす。いや32歳で月2万か YouTube でまあふわっちでまあ5万まあ10万ぐらいか、はい、いやきついよな。鮫島さん、ふわっちでどれくらい稼いでるんですか？俺ね、大体月ね、15万ぐらい。おー。まあ、全然抑えてね。おー。でも、投げないでいいよって言っても、みんな投げてくれんのよ。おー。もう、だから1日まあ3000円計算にしてるから。おー、9万。まあ、まあ、12万から15万ぐらいかな。おー。多ければ15万ぐらい。はいはいはい、はい。ワドはいくら？月。僕は5000円ですね。月。あ、月じゃない、日に。あ、日に5000円上がってんのかな、はい、まあ平均するとっすね。あ、本当じゃあ一番マックスで2万とか。おー、うん、まあ変動がそうなのかな、はい、でもあーまあでも一応上がってる時は上がっあでもまあ2万とかっすね1日。はい、多い日は2万とかもらってますね。あー、うん、じゃあ月は月でだから月平均すると1日5、6000円ですよ月。いやだ月だよ月。いやだからそれかける30ですよ、うん、15万から20万の幅、ね、ああそういうことね。はい、うーん、いやどうなんだろうな。俺それは嘘だと思う。ちょっと見え張ったでしょ正直。まあちょっと見え張りましたね。張っちゃったよね。はい、本当は4600円ぐらいです。違うよね、今もまた見え張ったよね。3800円ぐらい。正直によ、正直に。もう刻まなくていい。3800円。大丈夫。3800円ぐらいです。1500円だよね、一日。ね。まあ、よくて2000円だよね。よくて2000円。もういいっすよ。もうなんで人の収入をそうやって。お前聞いたじゃん、俺に。俺正直に答えたじゃん。なんで嘘つくの？うん、すいません。はい。それは違うでしょ？はい。俺、お前には嘘を隠さず、はい、何もかも話してるよ。はい。見えも張ってないよ。はい、すいません。お前にき、ね、お前が聞いたんだからお前が答えるのが義務だろ、はい、そうですね。なんで正直に言ってくんないの？ごめんなさい。まあ月6万ぐらいでしょ。はい、そうですね、うん、じゃあ今見せてよ。で見せないってところからもう寝てくださいよ。寝ないよ、まだ暇だもん。寝ま、寝てくれるまで寝ない。自分の雑談やらせてくださいよ。あのマイページっていうかふわっちのもうあのふわっちポイント履歴交換の交換履歴、うん、あの何月の稼いだ収入見れるからそれ見せてくれます。いや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 、やですね、やです。もう寝てください、勘弁してください。絶対寝ない、絶対寝ない。もうアメリカ人とかにして寝てほしいんだったら見せて、はい、それだけ。いやいやです、やです、見せないです。じゃあ寝ない。いや寝なくてもいいけど電話切ってくださいよ。電話切んない。なんで、なんでって、なんで。いやだってもう、だって話、会話進まないですもん。だから見せてって言ってんの。ないっすよ、鮫島さんに。何にも、僕は。何もないっす。ほら、寝てたこいつはね、もう上手の時からこいつは俺にね、すごい反抗的な態度取ったんだよ。いや、取ってないっすよ。取ってたじゃん。なんすか。お前。で、取ってないっす、取ってないっす。そういうさ、もうなんかね、ね、アメリカ人はね、俺にドーナツ買ってくれて、小島くんはコーヒーを買ってくれたけど、お前2回乗せてるけど2回とも何もなかった。はい、すいません、申し訳ないです。はいね、はい、そうっすね。だから本当そういうとこだよね、お前。あ、だから多分もうね、これからもう多分お前は忘れ去られると思う、配信で。はい、すいません。それは自分でも思ってるべ。でもいや、まあ細々とやっていこうかなと。無理だよ、だって今100人でもう無理なんだもん。はい、もう寝ましょう。もう疲れちゃいますよ。寝ないよ暇だもん、ね、寝ましょう。夜はこれからだよ、ワド君。ゲームとかなんかやりましょう。ゲーム配信。あ、まあゲームあったんでね、最近。あの DVD 見ましょうよ。DVD も見飽きたな、もうだいぶ見てるし、全部。
なんか提案してよ、俺がこれからさ、ちょっと夜のこの時間を楽しく過ごせる何か提案。なんですかね、ビットコインとかトレードとあ、か。興味ないな。はい。いや、もう、本当に、僕みた嫌だい、よ。絶対だよ。僕はもう大丈夫な、おお腹い前はウコッケーを殺した。っ。いや、しそうっかすも俺ね。のお米を捨てるとか言った。プレゼント、クリスマスプレゼいンや、トを。もう本当に、了解でだす。から言ったじゃん、卵6個頼もうかって俺いやい呼や、びに行く。もう本当おに。前絶対あれだろ、無精卵と交換したろ。してないっすよ。しなわけねえじゃん、帰んないわけ。羽も生えてねえさ、ただの黄身。知らないっすよ、もう終わりにしましょう、鮫島さん。嫌だね、絶また対だ明ね。日話しましょいや、もう明日、お前これ、もうブロックだよ、今日で。う。いや、ブロックでいいっすよ、もう。ブロックにしましょう、もでもどうすんだろうね、ほんと収入がなくて、ふわっちやる意味ないじゃん、う。YouTube って。頑張ります。頑張っても、お前の頑張るではね、旅行もしなかったし、イベントもしなかった。1万人リア凸旅とかもやんなかった。何を頑張んだよ。もう本当にリあスれナーなをんで、何回裏切ったんだよ。いや、もうリスナー待ってるんで、僕のトーク。待ってねえよ、お前のことなんかリ スいや、ナー。もう本当に、いや、俺がいるから今300キープしてんだよ。いや、もう大丈夫っすよ。大丈夫っす。花火ガンガン上がるんで、これから。上がんなかったら？上がんなかったらっていうか、上がる未来しかないんで。何発上がんの？何発？10今日。発ぐらい上がるんじゃないですか。少ねえな。ガンガンが10発か。まあ、はい。じゃあ今、一人花火対決やるよ。30分だけ。30じゃあ分。今、とりあえずお花火が4と1じゃん、ハートが。はい。ああ、はい。だこ5、れはなしとして、はい。一人花火対決やつ。90分からさ。ちょっと誰かと競ってる体で、手でやってみますか。ちょっとたまちゃんと競ってますみたいな、一エ人ア花火ー対で。決。わあ、いや、じゃあやっ上て。がるぜ、絶対。上がるかな。上がる、50、60上がるんじゃない？ 60、そんな上がるんす3か。万。そんな上がるんす上がか。るよ。上がるんすか。ああ、絶対上がる。だ、とおお。りあえず、だから、音楽流してね、なんか昔のアイテムタイムみたいな。ガンで、ガン。エコーを聞かして、はい。へへへへって煽ってくる感じ、DJ が。30分ね、90分か。30分。で、俺は90分で切るから、で、30分見るから。はい。30分、イケイケの音楽で30や分る。でいい、もう全然90分までで。わかりました。はい、頑張りまで、す。もう、とにかく一人で花火対決するんだよ。わかりました。見えない、イケイ人。ケの音楽ですよね。いや、今日もうガンガンの、もうガンガンの、もうガトンランガンスなで。感じで。わかりました。もうガンガンの乗ってけみたいな、回すのはお前だよ。わかりました。会場を回すのはお前だよ。了解です。そう。だから、まあ、とりあえず、打ち合わせで言えば、だからもう90分から、行くぜ、行くぜみたいな。負けんなよ、絶対、お前。負けないっす。負けんなよ、負けないっす。やれば。こんなに。勝算あんだから、お前には。あります。60発上がります？そうよ、いや、多分100は上がるよ。辛くなったらやめてもいいんだよ。多分5分持たないですよ。いや、30分持たせろ。わかりました。頑張ります。いや、辛くな、泣いてもいいんだから、辛くなったら。わかりました。はい、やってでみます。も、全力でいけよ。負けんなよ、全力で絶対勝つんで。はい、絶対90分から30分。勝つ。絶対と勝つ。りあえず、絶対あ、勝つ。一回枠閉じるか。いいんじゃないですタイトルか。変えた方がよくない？いや、でも、閲覧キープできないですよ。僕、多分一回枠切っだためら。だめ、タイトル変えよう、タイトル。一回切ります？一回切って、はい。で、はい。花火対決って、花火対決ってやっ て、はい。30分。30分ですか。わかりました。で、じゃテロップに、あ、負けたくないと絶対に勝つ。言って、絶対勝つぞ。じゃあ、じゃあ、わかった。今、配信してる人間に花火対決勝手に挑もう。告知もせずに。はい。全配信者と花火対決。一人で。どういういことですや、リナネコと対決しよう。リナネコと花火対決。わかりました。じゃあ、リナネコと対決、勝手に、リナそう、ネコ勝に言手わに一なく人ていいんですでよリナネね。コに喧嘩打って、一人で負けるぞ。じゃあ、リナネコどれくらい上がってんですか、今。今、リナネコは、33発です。すげえな。一人で普通に配信やって33発上がってるんですか。まあ、50あげよう。50、30。じゃあ、どうします？枠切れます？まあ、枠切って、まあ、自分で取って、わかりまし適た。当にやれるんじゃない？じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ。失礼します。お前、コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ。